こんにちは人事部長 YouTuber の長の谷光です、えー、っと今日はですね、まあ、昨日ちょっとお、まあ、あるリフォーム会社さんのお協力業者会っていうところでお話しさせていただいた内容の、まあ、ちょっと一部をですね、えー、少しお話ししたいなと思っております、まあ、私があの独立する前のお住宅のリフォーム会社あリフォームじゃないあのリペア会社ですねメンテナンス会社で まあ、人事部長をやっているにまに、まあ、起こった事件がありましてですね、えー、まあ、いろいろあるんですけど、いろいろあるんですけども、まあ、その一つちょっとご紹介したいと思います、まあ。まだ動画では出してない内容なんですけども、どういう内容かというと、こういう内容ですね、えーと。部下からの裏切り事件と。まあ、部下からの裏切り事件。これ何かというとですね、私がこう、人事部長を始めた時に、 えっと2人目の部下ですねこれ新卒の2期生の女性だったんですけども、まあ、その人がですね、まあ、なんですね1年経たない中で、まあ、ちょっとあの結婚かなあの途中で辞めるってことになって、まあ、ちょっとこう予定してたような仕事がですね、まあ、1人でもう一回抱えないといけないっていう状態になってしまったので、まあ、急遽ですね えー、まあ、社長のアシスタントしてた人が、えーまあ、社長からですね、えー「お前のところでいるか?」ということでですねまあ欠員が出てしまったんで、まあ、急きょ、えーまあ、その方が私のところの部下になってくれたんですねでまあこれは別にあの、えー、まあ、いいことではあったんですけどもちょっとやらかしてしまったことがありましてですね何かというとあの。 ちょっとあまりリアルには言えないんですけどもその給料ですねほうえ報酬まあ給,給料についてまあそれなりにまあ事務職においてはそれなりにいい報酬だったんですねそれなりにいい報酬だったんですけどもまあこれはまあ見なし見なし残業も含めての報酬なのかどうかっていうことをですねまあ本人に確認したところえ残業は 別につけてましたと、まあ、社長のアシスタントし,た時し,してた時はですね、まあ、そこそこ高い月額報酬だったんですけども、えー、それに残業代をつけていいと社長から言われてたので残業代つけてましたって言わ,言われたんですねで、まあ、本来なら本来ならまあ社長に確認すればよかったんですけども まあな,なぜだか、まあ、自分がもう性善説で、まあ、その本人から聞いた情報を鵜呑みにしてですね残業を残業代をつけさしていたんですよ。まあ、そしたらですねもう明らかに、えー、その月額がもう一般のその一般の,その事務職のメンバーから比べれば、まあ、倍まではいかないまでも、まあ、1.78倍ぐらい。 してたん、ね、1.5から月によっては1.7倍とかぐらいまで行っててですねそれが34か月45か月ぐらいですかね経って、まあ、社長からちょっと呼び出しがあって、えー、何のことかなと思ったらいやなんでこんなに月に高い給料出してんだって言われてですね えって思って <laughs> まあ私もちょっとほんとねあの社長に確認していけばよかったんですけどもそこでですねうんまあその部下のまあ嘘がちょっと発覚してしまったんですね。で本当にもう社長には平謝りで申し訳ございませんということで謝るしかなかったんですけどもうんで社長からまあ,あのまあ 改善しろっていうことぐらいしか言われなかったんですけども、まあ、私自身がやっぱりこう確認を怠ったっていうところの責任感あ、まあ、責任を感じましてですね、まあ、当然その当時の部下っていうのを配置転換するっていうことを行いですねでなおかつやっぱりまあ責任者は私ですから、まあ、やっぱりこう腹切らないといけないなっていうふうに私は思いまして、まあ、月額まあ もらってた給料のですね、えーまあ、最終的には10%ですかねもっと私は申し出たんですけど、まああのえー、規定上というか、まあ、法律上を10%しか下げられないということもありましたんで、まあ、10%下げていただいたというところで、まあ、一旦うん、まあ、責任を取らせていただいたというところがありました、まあ、1年経たないぐらいでまたふ、まあ、元の私自身のです、ね、報酬も上げていただいたというところがありましたけども うんまあ、本当にこれはですね、うん、自分自身が犯した本当にこうしくじりですよね。まあその配属された部下のこ,うことを鵜呑みにしてしまったっていう、まあ、これはまあ悪く悪いことではないんですがやっぱり社長に確認することを怠ったっていう自分がですねまあちょっとこれはしくじったなっていうところですね。だからまあそれ以来ですねやっぱり まあ、人は信じることは大事なんだけどもまあねあの信頼はしないようにしないといけないなってだからまあしかるべき確認を取るっていうことだったりとかうんあれって思った時にはそのあれとか変だなと思った時には、まあ、ちゃんとその確認を取るなり、まあ、何らかしらのまあなんでしょうね 裏をを取るっていうかです、ね、そういうううかそことをやっぱり怠らななないいよようううににです、ねえー、するようになったなというところです、まあ、本当に、まあ、当時はまだ人事をですね人事の仕事を始めてもう2年2年目でしたからね、まあ、そういうちょっと脇の甘さというかあ、まあ、まだちょっとこうなんでしょうね、えー、人事としての先の読む力だったりとか、まあ、確認の怠りとかですね、まあ、そういうちょっと幼いこともあったなというふうに、えー、言うのがありました。 ということで、今日は以上になります。ぜひチャンネル登録をお願いします。